皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回はガメラコラボ青にオンラインやっていきたいと思います。ガメラ、ガメラだっけ？主題歌忘れちゃった。ちっちゃい時めっちゃ見てたけどね。さあ早速行くぞ。ガメラスキンで一回レッツゴー。どんなステージが待っているのか。さあギャオスだね。懐かしい。亀の甲羅から鍵が出現。ギャオスから逃げて扉から脱出しよう。ということで鍵集めステージで、おガメラもそんな大きく、カメだね。ガメラは何だったっけ？おー、ギャオス、遅い。非常に遅い。これはどう行くべきだ？こう行くべきか。オッケー。これで、まあ、そこまで脅威ではなさそうだな。遅いし。ガメラも、なかなか、このスピードで、こういう感じだし。で、こっちは、ここ進めらんね。おっ、あ、なるほど。そういうこと。あーはーん、あーはーん。いやー、ガメラブレスグワー。あっさー、もう一回。このガメラがね、意外とそのギャオスに結構一瞬殺でやられるから、ちょっとそこはね、あのガメラの強さ的にどうなのって一応疑問を持つんですけども。さて、どうなってる？ここトゲで？ここは普通にまっすぐ行けそう。で、上から、やつがね、襲ってくるので、ここ間に合うだろう。そうだね。この遅さなら間に合う。で、5つ、鍵を見つけなくちゃ。やば！いけないんだけど。はい。はい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 。で、ここでこうじゃん。ここでこうじゃん。かかってこいよ。こうじゃん。こう、こう。で、こう、オッケー。で、こっから奥は進めるのか？ 3 体できちゃった。あれ？進めないぞ。あー、積んだか。そういうタイプ？そういうタイプそうだね。亀の甲羅から出現って書いてあって、そうだね。そうだね。あっ！あっ！あはあ、ガメラいやー、ガメラ、お前、ボッコボコ、今のところボッコボコにされてるけど大丈夫か？さ、こっから？ってことは、急がば回れってことなのかな？だからこっちってことだよね。安直にそこに爆弾仕掛けたら、そりゃあんた、やられちゃいますよ。そりゃねーって感じですよね。さ、こっち行ってって、とりあえず、あそこの鍵を見つけたい。動きが遅いから、ここを取って、でも間に合うだろう。ね、間に合うね。OK。で、こっちの方に、一つ、やっておきたくて。はい。OK。で、下に、回っていって。こっち。ただ、ここ一本道だから、きつそうだね。で、ここどうやんの？ここはどっちだ？こういうところを間違えると、結構厳しそう。間違えたね。やったね。ただ。早く早くさあしゃあ、もう一回。あれ、ガメラ弱いな。私の知ってるガメラこんな感じじゃないんだけどな。もっとなんか凛々しくて、なんか、すごい。なんか、こう、なんだろう。愛に溢れたというか。しゃあ、もう一回。あれ、なんか、あれだな。なんつうの？ね、なんか、絶妙になんか、なんて、絶妙に、攻略法が見えないぞ。さて、どうしようか。とりあえず、あそこの下行って、で、あそこの爆弾爆発させるのは別に構わないからって感じかな。こっち行ってって。で、間違えた。で、こっちか。で、あそこの爆弾を使いたいから、こっちの爆弾でここを開けなくちゃいけないっていうのはなんとなくは分かったけど、分かったんだけど、ここ。あ、ダメでした。で、どう来る？
ドクル、ソクル、挟まれる、私、挟まれちゃう、ギャオス、これで、ギャオス、吹き飛べ、これで吹き飛べ、ギャオス、でも、ちょっと、画面内に、収まんないから、ごめんって感じ。さあ、こっち行ってって、で、一番最悪なのは、こっから挟まれることなんだけど、これ挟まれそうだな。だから、ここで、オッケー、おっ、よし、よし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 。さあ、でも3体目も出てきてしまいの。はっ。はっ。オーケー、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 オーケー。冷静にね。冷静に、冷静に。一応146秒もあるから。で、一応ひとまとめにしたいけど、できるかな。あんましできなさそうか。もう少し、なんつうの、その、この、ギャオスをひとまとめにしたいんだよね。毎回、おぉ、綺麗にその3列に行くんだ。さあ、こっち行ってて。で、あそ、あ、間違えた。ここの3列じゃなくて、ここの左上は取れる。1つ。あと3つ。いいよ。これで時間稼いでる間に、ここで、いけない？いけないか。いけないか。さすがに無理か。で、こっち行ってって、いける。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわっ。あー怖いからできないけど、このスピードだったら大丈夫か。 OK、 このスピードだったら大丈夫だから、よし、これでだいぶ距離を取って、で、そしたらいけるね。これ、そしたら右左っていける。よしよしよし、この距離だったらいける。いきなりなんかあのバグみたいな感じでショートカットしてこなければいけるぞ。ノロマメギャオス、いいか、物事にはな、質量保存の法則っていうのがあるんだ。覚えておけギャオス、いいか。お前らがな、いくらな、そうやって足早に来ようと、足早に来ようとしてもな、お前はズータがでかいだろ。だからな、相対的に動きが遅くなるんだよ。だから、こうやってね、俺みたいにこんなガメラのこのコンパクトなこの亀のシンプルボディを見よう。このボディでね、お前たちより早く移動できるってわけだ、ギャオス。はっはー、よしゴー。ガメライベントベタン。オッケー、あ、間違えた、違うよ、違うよ。オッケー、怪獣ミカちゃん、なかなか可愛いじゃん。こんな感じでね、ガメラのコラボ期間中やっていくので、ぜひぜひ楽しんでいこうぜお前たち。それでは2回もやっていくからね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。